はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、闇遊戯です。さあ本日なんですが、皆さん、ホルスギミックは楽しんでいらっしゃいますでしょうか。私、最近ホルス実況チャンネル化しておりまして、ホルスデッキは上げてるんですけども、まあ以前ですね、アバターっていうモンスターを使った時に言ったの覚えてます？ホルスっていっぱい下敷きのモンスターが用意できるから、3体リリース系のモンスター結構簡単に出せるよっていう話したじゃないですか。まあオベデスクの巨神兵であるとか、ラーの巨神兵でも出せるんですけど、アバターとかも。今日は全力で活躍させていくモンスター何かっていうと、オシリスのテンクルです。正直今環境においてこのオシリスが強いかと言われると別に強くないんですけど別に強くないんですけど、ちょっと大好きな神なんでね、オシリスって僕実は一番好きなんじゃないか、神の中でどれが一番好きですかって言われたら、オシリスのテンクルが一番好きなんですよ。これどういうことを持ってるかっていうと、まあ、改めて説明すると、召喚無効化されないよう、召喚、成功時に効果カードの発動できないようで、手札の、数かけて1000ポイントになるよと、打点が。で、相手のフィールド上にモンスターが攻撃表示で、召喚特殊召喚されると、将来弾を打って、2000相手の打点をダウンさせてゼロになったら破壊するよと。でさらに特殊召喚されているとエンドフェーズに墓地を送るよっていう効果があるんですけども、これをですね、まあ、要は簡単に出していけるのが、まずそもそもホルスギミックであり、かつですね、墓地に簡単にオシリスの天空竜を送ることができるじゃないですか。王の棺とかイムセティの効果とかで、これ墓地に落ちてると、このね、蘇りし天空神っていう最強のカードが発動できるんですよね。これ自分の墓地からオシリスを特殊召喚して、その後お互いにカードが、手札が6枚になるようにドローするっていう効果がありまして、で墓地から除外すると死者蘇生デッキトップ置いたりドローしたりすることができたりするんですけど、この一番の効果が結構強く使えるなと思ったんですよね。ホルスってめちゃくちゃ展開するのに手札なくなるじゃないですか。先行展開でなんかほとんど手札なくなるでしょ。もう残っても1枚とか2枚だと思うんですよね。なんでこの、呼び返し天空神での補充と、あとオシリス墓地から特殊召喚がすげえ相性いいなと思って今日はお尻ホルスというね最強デッキを、ぶん回していきたいと思います。オシリスのテンクルのパワーを見せていきましょう。デュエルスタンバイ。これ惑星通れば強いけどね、惑星通らなかったら本当に何も起きないけど、あ、オッケーオッケーオッケー、とりあえず何か起こせそうな気がするな。なんかあるけど、まあ、多分これは G な気がしますね。王母の石壁の効果を発動。イムセ持ってきて、ちょっとまあ、これもいらないわ。いや、これ、儚すはね、ちょっと置いときたいんで、さすがに。まあ、ちょっとオシリスの天空竜さんを墓地に送りまして、カードを1枚ドローしていく。なぜオシリスの天空竜が入っているんだみたいになるよな。オシリスの天空竜ってなんやねんか、すごいよな。で、プラットパスファインダーぶん投げて、ハーピー。これマジでさ、いや、これなんか打たないから、これもういらないか。これなんか相手なんかありそうな気するんだけどな。なんかチェーンないよね、全然。なんかあれ、さっきなんか一瞬チェーン釣った気がしたんですけどね、気のせいか。イムセティ爆弾、イムセ爆弾からの、ハーピー爆弾、ハーピー爆弾。はい、やっぱちょっとチェーンつってるな。あ、 G かい、投げなかったんだ。ガンマケアか。ガンマケアにしても1体特殊とかしてからでよくないか。謎タイミング G 来た。謎タイミング G、 2体並んだ瞬間 G か。まあホルスはまあここで一応止まれるデッキであるんでね、墓穴のタイミングちょっと打ちたかったですか。ああ、はい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 、オッケー。ちょっと待って、1枚サーチ入れてから5枚になって、ここでだな。1枚サーチ入れました。で、ちょっと手札が6枚になるようにドローなんで、最大枚数で、あ、ミーヤね、あ、これ実質サラマングレートポップですね。で、ここで蘇りし天空神の効果を発動。自分の墓地からオシヌスの天空、ちょっと待って、墓穴やめて、墓穴やめて、墓穴やめろ、墓穴やめろ、よし。あらあらろ、オシリスの天空竜、うおー、6枚ドロー。うおー、最強。さあ、貴様はモンスターを
攻撃表示で出すためにショーライダーがかまされて2000以下のモンスターは破壊されるぜ。オシリスの天空竜の前にヒレクセ、お前リンクテーマだから結構、あ、でもベイルリンクスの破壊体制だりな、ベイルリンクスの破壊体制だるすぎ、バルタサラマングレイト、ベイルリンクスはまあいいや、はい、ベイルリンクスの、効果は一応、まあ、効果はちょっと有効になりますかね。オシリスの天空竜さん別に効果は無効にしないんですけど、攻撃力がゼロになったら相手破壊されるみたいな効果あるんで、まあ、ただベイルリンクスが破壊体制やってマジうざいっていう。おい、ちょっとリンクテーマのくせに横で展開してんじゃねえぞ、お前男だろ、縦で展開しろ、攻撃表示で出して展開しろオシリスの天空竜さんの弱いところを、ちょっと1点目、まず相手が守備表示で展開してくると何もできないこと、そして2点目、モンスター効果は余裕で有効というところですね。はい、もうありえないレベルで有効ということですね。レベル3のモンスターにいた、やばい、これはあれだ、サンライト、じゃあもうちょっと、ミラージュスタリオ、やばい、ミラージュスタリオは、ちょっと待って、ミラージュスタリオでバンされるやん、キモ。いや、ただね、ちなみにこのオシリスの天空竜が、あの盤面に存在している状態で、オシリスの天空竜をバンすると、イムセティとハーピがぶち切れるんで、それは結構強いんですよね。あー、なるほどね。展開力やばそうだな。いや、これね、一番やばいのは何かっていうと、ベイルリンクスっていう破壊体制が、ちょっと墓地に落ちてるのが一番やばくて、そのオシリスの天空竜の将来弾が全然効かないという。あ、よし、くらえ、将来弾ぐー、なんだこれ。あ、ミラージュスタリオか。ミラージュスタリオ、やばい、逃げろ、オシリス逃げろ、オシリス、うわー、オシリスオシリスの弱いところ3点目、特に対象体制などはないやたらこれサランライトウルフ耐えられるな、やたら、あ、全員効果が発動するぞ、イムセティの効果とハーピの効果が発動するぜ、よくも神よ、よくもオシリス様を許さん。ボッチバウンスは、ジャガー、スピニーですかね、ジャガースピニーをこれ戻しておきな、でイムセティの効果で、相手のサンライトウルフしょれるんで、これだいぶリンク値減りますよ。いや、これこっから手札に加えますか、あー、 いえ、もう手札に加えることできるんだっけ、ハーピってこれ家ですね。で、イムセティの効果で墓地に送りましょう、よし、ふげ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 オーケー、こうそして誰もいなかった、そして誰もいなかった、でこれただちょっとこっから展開されるときつい、くそ、将来弾はもう打てねえ、レディーデバッカー召喚だと、いや、ただお前もミラージュスタリオの効果使ったから、お前あれやぞ、あの炎属性しか効果発動できねえぞ、レディーデバッカーの効果は無効だぜ、そしてベイルリンクスをリンク召喚したところで大してそんな、なんか やばいこと起きないだろう、あれベイルリンクス、まあいいだろう、 OK いいだろう、エンドフェイズ来た、もうちょっと読み返し天空神の効果使って死者蘇生をデッキトップに置いとくか、死者蘇生をデッキトップに置かしてもらうぜ、これはマリックの言い方だったな、でドロー、よし、ちなみにオシリスの天空竜さんはね、ラーの翼神竜、とかいう雑魚と違って、あの死者蘇生で一応蘇生できるんで、でケベンセルフを送っていく、そして、ケベンセヌフを特殊召喚だから G のタイミングおかしくない、君大丈夫、ボットか、なんか G のタイミングおかしない、ボットだったら即打ってるか、トレードインはもうちょっと打たなくても多分勝てるから、あらあらお、オシリスの天空竜バトルだ一応こっちか、まあちょっと何でもいいけど一応こっちから行って、でぶん殴って、ちょっと待って、ダメージ超電導波サンダーフォースで決めたい、あーちょ これ一発打っていけ、超電導波サンダーフォースバロンオシリスさん強い、オシリスさんまあまあやれるな、言うてやれる、なんかだから後手はね、まあ、ホルスの性能でまくっていくしか基本的にはないのであれなんですけども、
非常にねオシリスさんなんかの活躍してはいます。まあ、最悪もう3体リリースでなんかアドバンス召喚できるからね。まあそれで強いかどうかと言われると、ホルスがあの手札めっちゃ捨てる関係で手札がほぼないから、オシリスの天空竜打点0とかありえるから、打点1000とか、それはクソだこいんだけど、まあちょっとできればね、蘇りし天空竜のここで出したいんですけどね。まああの6000打点になるんで、イゾルデちゃんの爆弾が許されてしまう、これやばいですね普通に。まあ待って、メッシング X エヴァインボーガーからイゾルデするデッキは大体6なデッキじゃないんだけど、やばい動きしてんな、なんか。イグニスフェニックス来ちゃった。イグニスフェニックスくんちってやばいな。爆破、なるほど。キツネビューララ、あーその動きか。クロノコロフマジシャン特殊召喚でキツネビューララ出して、これ炎属性にして、あーこれあれっすかね、これベアとキュリオスの動きムーブっすかね。これでベアトリーチェで好きなカードを墓地を送ります。で、キュリオスでもう1枚好きなカード墓地を送りますの動きが一応できるんですけど、ベアトリーチェの効果発動して、まあデッキかなんかおるからまいさ、てかさ、あのラバレバルチェーン許されてない状態でさ、ベアトリーチェこんな簡単に出ちゃダメじゃないって言われてるよね今、デモンスミス の実装によって。なんか召喚権使われてデモンスミスのあのせいであのベアトリーチェ出るんですけど、なんかラバレバルチェーンなんで禁止だったんでしたっけみたいな話あって、なんかちょっとやばいかもしれない。てかなんなら今ランク4よりランク6の方が組みやすいからな。トラップトリック、ちょガチでやばい。トランザクションロールバック&トラップトラック、はあ、はあははあ、なるほど。トラップトラックの効果、イグニスフェニックスを爆破して、何をセットするんですか。チェーンマテリアル、やばい、俺死ぬこれ。チェーンマテリアル効果発動すると、このターンなんか、デッキとかからも全部融合素材ができます。手札フィールドデッキ墓地が全部あの融合素材にできる場所になるんですけども、フュージョンゲート、もう待って、ちょっとこれマテリアルゲートやばいって、マテリアルゲートはやばいって、さすがにやばい。これグスタグマックス大連打するやつか。あっ、なんだこれ、イグナイトウージーギガントザウラ、わからんわからんわからん、誰、フュージョンゲート、はい、わからんわからん、なんかなんだこれ、ガチで知らない動き来た。ラーの翼神竜、オシリスの天空竜、オブレスクの巨神兵、どういうこと。誰やねん、ゲンマテトリオジーク、お前誰やねん、何する人、ガチで知らないんだけどこの人。マスターオブオージー、おじさんじゃん、マスターオブオージー来た、脇毛白すぎおじさんね、脇毛白すぎおじさん来た。ちょっとこれ何してんだこの人、マジでわからない。何が起きるんだ。ブルーアイズアルティメットだろ、ってかお前のデッキゴミ入りすぎだろ、やばいな、お前のデッキゴミ入りすぎなんじゃねえか、さすがにやばすぎて笑った。カオスソルジャーとブルーアイズアルティメットドラゴンで、なんかマスターオブドラゴンナイト出てきたけど、なんか打点クソ高え30種みたいな、40種かこれ、ああやばい、それコインでも、コイン外れたらお前死ぬぞ、おいお前それ死ぬじゃねえか、お前が何してんだお前、おいお前何してんだ。